食べ終わって。なんでお前ら1人とかツイキャスとかショールーム来ないんだよ。なんでフワッチだっていきなり4人なんだよ。なんでお前ら集まるんだよ。フワッチ、お前はプロのフワッチャーか。今何倍やったっけ。6000円。もう6000円分飯食うてんだけど、移動めんどくさいなって。君らショールームも来ないでしょ。1人も戻ってきたんだけど、フワッチこっちも移動めんどくさいわ。どこ行ってもフワッチが一番安定するんだけど。飲み終わるまでおんの。え、飲み終わるまでおんの。どっちでもいいよ。キャップ持ってないもんだったら俺も。歩きながらでもこぼれへんやろ。まあこぼれへんだろ。こうやってこう。トイレ行きたいやろ。まあトイレ。そうそう、向こうでは大手やけど。おさま、おさま、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ無視されてるんだけど。だって金払ってるもん。これ何？あ、これはもう出やつか。帰り道ですか。駅はこっちやで。 あ、サンキューか。あ、そうか、サンキューって言わなかったよな。サンキューやな。いつもはセッキューって言われたら通用したよな。ああ忘れたわ。日本や思ってたわ。ああオーストラリア来ての忘れたわ。母ちゃんが欲しいの渡さないでもいいかい。ちょっとあのくじ引きの闇でもやる？くじ引きの闇でもやる？くじ引きの闇やる？ここにあるくじ引き全部引くわ。あ、ここにあるくじ引き全部買うわ。当たりがないくじ引きを全部買う？ああ。鶏皮餃子あんで。もう腹いっぱいや。俺ももうお腹いっぱいね。そう、なんでこう逆行してくる人たまにおんの。ごく稀におる逆行してくる人は何なんこれ。カステラ。カステラパサパサになるからあかん。すみっこ暮らしなの。え、なんかくじ引きじゃないの、わからない。キャンディアップルってなんか思ったらリンゴ飴のことか。そんな中よ。すみっこ暮らしは何がもらえんの。何がもらえんの。赤石焼きもあったんや。カステラ屋さん全然ちゃうとこも来てるやろ。カステラ長崎。車屋にならないわ。もう車屋なんかもう一生二度としないからな。お前言うと人にはやらしても俺はやらないからな。ラッキーボールって何。え、お前閉まってるやん。閉まってるんだけど。スマートボールや、スマートボール。こんなスマートボールなんて絶対入らない釘の調整なのに、パチンコよりもひどいだろう。うわ、ダーツは無理だわ。字がいっぱいすぎて一瞬何書いてる。ふわとろのオムレツ。なんか踏んだ。そうやね、さっきから足踏んだ。なんかもこって踏むねんけど何。一回落ちてくんねん。もこって踏むねんけど何。さつまいも、さつまスティック。割り箸みたいな刺さったもん。うまそうやな。幸せそうなやつらしかおらん。あ、ここにもあったね、豚汁とか。あ、ほんまや、やだな。ええがない、別に正月ぐらい幸せ気分味合わせたれよ、こいつらにも。どうせ普段はカスなんだから、クソカス、クソカスな人生送ってんだから、こいつら。かき氷食べないわ。
寒さで死んでしまうわ。大祭もちんちんが縮こまって消えておしっこでけんくなるわ。お化け屋敷のとこって言ったな。お化け屋敷の裏にトイレがある。何でお化け屋敷って。お化け屋敷なんかある。このご時世にお化け屋敷ってガリガリ君なんか食べないわ。今このお化け屋敷入ったら俺お化け出てきたやつ殴ってまうわ。あかんわ。いくらすんの。500円やって。マジでか。お化け屋敷500円。お化け屋敷500円なんだけど。お化け屋敷500円。安いだろ。お化け屋敷、お化け屋敷配信とかって斬新じゃない。お化け屋敷をツイキャスで全部ツイキャスでネタバラシしてしまう配信。どこにあんの。あ、もともとそもそもここ駐車場なんや。駐車場潰して屋台にしてん。すげえな。駐車場なくなって屋台になってる。マジか。山ゴミ箱じゃなくなってるだけど。串焼きだけ見えたから。どこに置いたらいいねこれ。あ、ここ開いてるわ。ここ開いてるわ。開いてたぞ。ここ開いてたから。屋台だけ見たい。もうまだ食えんのかよお前。え、豚バラ串が食べる。食べれんの。一本ぐらい食べる。そう、すげえな。俺もう食べられんで。お前全部食えよ。食べるわ。そう、すごいな。あ、豚バラどうなんやろ。ありそうやろ。タイムサービス牛やった。残念。残念。マジか。え、ああ、これだって食ったらもう俺お腹いっぱいやもん。フリーバターの輸入した。あそこで置いといたらよかった。すげえな、バーが当たりへんねんな。パー。お風呂はいらんの、分からん。ああ、パーって。ここから内側ちゃうな。いやだからみんなあそこ渡っていくんやろ。もうあれをまたぐのがめんどくさいわ。そしたらこっちから回るわ。ほんま。今キャバ嬢が客と電話しながら彼氏とデートしてたんだけど、すごいなここ。今あどっからどう見ても 100% キャバ嬢が客と電話しながら彼氏と初詣来てたんだけど、すげえなこれ。え、駅舎あっちから入ってる。お前あそっから入ってる。え、トイレどうやって入るの。え、あそっからしかやっぱ入られへんのトイレ。マジで今あったっぽいけどフェンスなあ。ちゃうんかな。あれ分からん。ほんまに行きたい。出口のとこにバーがあってもあかんのかな。なんであんのが肝してんの。なんこの便所はどうやって行けっていう便所なんて。みんなここ通ってんで。あ、あるある。 あ通れる。まあ、むちゃくちゃやねんけどここ。あ、そういうことな。路面電車あるよ。家でゴロゴロしかしてないんだろ。マジか。家でゴロゴロしろ。お前らが一番幸せやないか。コンドールだけやぞ外来たら。めっちゃしょんべんするのにこんなに並ぶんだけど。マジ言うけど。タバコもおるで。
中全然待ってないねんけど。もうタバコやった。もういかんの？いかん、うん、帰んの？帰ろう、うん、じゃ帰ろう。おみくじも今日や、私帰るわ。もう機嫌悪いから帰るわ。もう、手洗いチェックってどういうこと？手洗いチェックってまあそこそこ、そこそこ汚かった。そこそこ汚いトイレやった。トイレ、お化け屋敷行く？なんかキャーキャー言うてんねん。めっちゃこしゃいねんけど。子供の時から冷めてるから行かんねん。食費くださいシーズン2。あ、そっち行く？お化け屋敷行ったらこっち旬が行く言うて。行かないって嫁に怒られたわ。残念やな、しゅんちゃん。残念やな。めんどくさい言われたぞ、しゅんちゃん。お化けがめんどくさい。お化けがめんどくさいってよ。これお化け屋敷行くって言ったら、いや、まあ、めんどくさい。こっから駅帰るだけでも30分ぐらいかかりそうなんだけど、マジで。その方がめんどくさいんだけど。電車めっちゃ混んでたんだけど、岸。ワンカップ2杯で6000円ぐらい払ったんだけど、おかしくないか、今日の。今日のお金おかしくないか、これ。あけましておめでとうございます。いきなり屋台で6000円ぐらい使いました。一人で食べたんじゃないから普通やろ。え、嫁が言うならめんどくさい、おじさんいい年してお化け、どういう意味やねん。どういう意味わからん。タクシーで帰れてか。まあそれでもいいねんけど、あそこにチンチン電車あるやん。周り乗って天王寺から帰る。うん、どっちでもいいよ。チンチン電車お前ら見たい？そう、あの恵比寿町行きは出てまうな、うん、恵比寿町しか行けへんの？天王寺まで行けよ。でも恵比寿町からやったらあの地下鉄乗れるけど、何回乗らんと、うん、でもこれあれちゃん、ピタパ使われへんのちゃん。これピタパ使えんの？知らん。この人に聞いたら分かる？トイレ行きたくない？わざわざ、いや、この人の路面電車わかんない、これ聞いてみる。トイレ、あの、そこの、自動の、まあ、建屋、あそこがトイレ。あ、一番近いですか？うん、それは一番近い。光が出たい。これ、路面電車ってピタパ使えますか？あ、いけますよ。いける？あ、乗る時もタッチして、降りる時もタッチ。向こう行きはあそこやね。天王寺駅。天王寺駅、あの、恵比寿町。あのね、はい、恵比寿町だったら、あの、りそな銀行の前が乗り場です、今の島の日。はい、あの、この信号の向こうも。あ、向こう側までかな。あ、OK です。うん、乗りますって、乗ります言うの、マジか。乗ります言うても、なんかリスナー銀行の向こうも、あ、向こうに止まってるやん、ここ。乗ります家。え？だって、恵比寿町で、これ恵比寿町止まります？あ、閉められた。恵比寿町がいいの？恵比寿町の方がいい。天王寺やったら乗り換えめんどくさいけど、恵比寿町やったら楽やん。え、天王寺？天王寺からやったら谷町線の中やの？うん。恵比寿町からやったら境水線で行ける。ピタパ使われへんやん、これ。ほんで、こんなやったらピタパ使われへん。乗り箱の先ってどういうこと？あ、降りる専用なの、これ。あ、降りる専用。あ、恵比寿あれ乗らなあかんね。まあ、止まってるやん、恵比寿駅。どんだけ待ってんねん、恵比寿。天王寺も谷急千日前やろ。恵比寿町も千、あれやろ、境筋千日前やろ。一緒やん、乗り換え。違うね、谷町線の乗り換えはめっちゃ時間かかるけど。しばらくお待ちください。天王寺の駅での乗り換えがめんどくさい。乗ります。恵比寿町乗ります。恵比寿町乗ります。あ、行っちゃった。行ってもた。マジか。行ったマジかよ。これ次行けんのかな。これ、あ、止まれへん。行ってもた。マジか。恵比寿町はどうしたらいいですか？こちら先頭にお待ちください。はい、現金のご乗車のお客様、乗車券ご用意しております。ピタパは中で P ですか？はい、乗るときと降りるときでお願いします。あ、了解です。はい、このホーム恵比寿町専用ホームでございます。恵比寿町専用やってよ。もうこの時期やから。今宮でもええで、別に。今宮？新宮。前の電車JR。 はい、うん、走れ行っちゃったわ。
2台行っちゃった。恵比寿行くと天王寺行きもういきなり行っちゃったわ。あ、すぐ来るらしいよ次の電車。恵比寿行くと天王寺行くの一緒やったもん。恵比寿はもう恵比寿止まりで、天王寺はさっき言ったじゃん。わからん、このお姉さん聞いたら分かるじゃん。もういいよ、めんどくさい感じ。調べたら分かるね。そう、トリケツさんがひしごいでしょ。なあ、あのチャリもそうちゃん。あ、そう、おかげ出た。そうやと思う。マジでか。ここの電車が有名なの、マジで。全種類取ってんやろ。この電車の何が珍しいの。電車すぐ来るってね、さっきの人たち並んでないんじゃん。なあ、どこ行ったの。このお兄さんも全然あの軌道のないで歩いてはるし、大丈夫引かれへん。このリソナ銀行の前や、うん、このリソナ銀行、金下ろしとこうかな。何やねん。え、何やねん。6000下ろしとこうかな。7000円、5000円、7000円下ろしとこうかな。今乗られへんの、待っとかなあかん。ピエロ行くよ。100万円下ろせないわ。8000円だけ下ろしたわ。猫 CM になったんですよ。おめでとうございます。どういうこと。銀行やってんねん。 YouTube 見てます。いや、お前の YouTube 見てます。何の、お前ら何の告白やん、それ。 CM になったっていうか、あれアプリがあっていろんなそんなん撮れるぞ。君たちでも例えばあの嫁はんと一緒に結婚式場のあのなんか宣伝とか、あとどこ、明治安田生命もそんな保険会社がそんなやってるよ。恥ずかしいな、保険会社の。そう、ただで CM して、何なの、撮り鉄たちはさっきから写真いっぱい撮って。後ろに並んでる、ま、何が有名なの。行った行った。嫁がいないし外で炊くないし、どういう意味。嫁がいないし、あー、外で炊くないし、外出たくないし、あ、外で。なあ、同じ行き先のやつが来た。お前、アビコ道行った後、アビコ道が来てんけど、これどういうこと。あ、もう電池なくなるわ。残念、ありがとうございました。ということで、この枠が最終枠です、間違いなく。もう電池が 4% や、15% やな。うまいな。うん、なんで同じ電車が来んの。同じ電車なんで何台も来んの。なあ、行き先一緒に来た。で、なんでこっちだけ来えへんの。こっち全然来えへんねん。すぐ来ますんで。なあ、もう向こう、アビコ道の電車詰まってんねんから、こっち来いよな。何のために向こう2台続いてんの、これ。嫁のスマホでできひんわ。アプリ入れなあかんやろ、嫁のスマホ。めんどくさいやろ。っていうか前、さっき行った電車まだあそこ止まってんねんけど。歩いて帰った方が早い。お前歩いて帰れんちゃうん、これ。これ歩いて行けるんちゃうんか、お前。歩いて帰った方がこの電車よりチンチン電車より早いんちゃうんか、お前。ああ、ありがとうございました。リモトレーダーさん、お疲れした。うん、まあ、あの火薬も配信してないでしょ、もう。もう寝なさい。もう君は寝なさい。歩ける？あ、来た来た、電車来た。恵比寿町まで歩ける距離？いや、歩いたら結構あるで、これ。軽々？信号に引っかかるからな、これ。チンチン電車。あ、そういうことか。チンチン信号に引っかかるから。なんか可愛い白い電車が来た。浜寺駅は最新車両やけど。ほんまや。これはあれやな、カメラマンさん来えへんってことは、この電車はどうでもいいやな。撮れへんな、さっきから。かわいそうに。この新型車両には誰も
興味をしませへん。これからも走るから。可愛い白い電車。あれは撮んのかな。どうなんやろな。なんか言ってる、対応中かなんとか言ってる、ね、これ止まんの止まらへん、どっちこれ、電車詰まってんじゃん、マジ詰まりすぎやろ、電車詰まりすぎやろ、これエスカレーターレベルじゃん、これなんか、なんていうの、あのムービングウォークレベルで、なんかこう同じ行き先の電車が着くから次に連チャンで大丈夫これ俺ら先頭やから絶対座れるとは思うけど座られへんのかな分からんどうなんやろああ電車という名のバス詰まりすぎやろあっち降り場専用こっち乗り場専用とかどういうこと？可愛い白い。あ、そう。え、どういうこと？どういうこと？まやな、めっちゃ並んでるけど全然来えへんねんけど。すぐって何分や？何回？すぐって何分？いやねもうあ来るってよもう来るってほら間もなく来るって、あったこぽんさんいらっしゃい あなたもあのあれやろあの火薬の枠でねあのナンピングあそれさっき言ったそれさっき言ったネタもうそのネタいい来た恵比寿行きの臨時列車が来たわ臨時な知らんマジですげえなというかでかいじゃん今ここはねお参り道お参り道にいますお参り道どこにいるのお参り道住吉鳥居前お見えお参り道にいますしんどいんだけどちょっと難品しないで自立高い方がいいやんスワップ狙いならああでも火薬くんの中では難品してロスカットされてる方が美味しいと思ってバック開いたらあのミン F も MXE もなんか全然難品しても平気やったっていうあめっちゃ前乗れるすげえ。え？近い運転席ワンマンバスやどこで降りるの？足利ご利用のお客様乗車リーダーにタッチしてからご乗車ください誰も乗ってなかったなここまで恵比寿町行きでございます天王寺には参りませんご注意ください天王寺行けへんねやマジかただなわけないでしょこれ乗車リーダーにタッチしていただきますようお願いいたします料金いくらない料金出てる210円大人210円子供110円超えていくとか前線ちゃうあの芝生みたいな感じ、うん、だってこの表示やったらあ、そうか、うん、区間がどうとかで書いてあるよこの電車恵比寿町行きでございますこの電車恵比寿町行きでございますぼったくりとか言うなよ乗ります乗りますあらかじめ停車中に両替をしていただきますようご協力をお願いいたしますもう恵比寿町まで行くからえ鳥居前鳥居前住吉鳥居前あ結構あんねや駅エビッショーどこ下に行くねやあやっぱ枝分かれしてるやん天王寺行きとうまいな天王寺とエビッショー別なんや反対側浜寺駅に行くねってことない通天閣は行かないわえなんてあらめっちゃ歩いてるめっちゃ歩いてる中俺らはから来てはると思うさあ俺やろ息こっちから来たんじゃんちゃうなわ向こうかな
あ、向こうから来た。本なし。これ住吉駅っていうのが別であろう、また住み、住み、え？関西線進行、電鉄吉住吉鳥居前駅、あ、これはこれの駅のこと？次は東小浜でございます。急停車することがありますから、釣り革、手すりなどをお持ちください。大変やなこれ、こんだけ人おったら気ぃつこてしゃあないよな。車乗ってたらめっちゃうざいけどこっち乗ったら車打ってほしいなもっと端走れよと思うよなこれ。あ、まあ一応な、来てなかったらチャリンコがあんなとこ走るからしゃあないやん。ああなあ、めんどくさいな、あんなことされたら。急いで曲がった。知らん。電車来た。なんかな、あの人たち小走り。わからん。あいつ止まんねや、小浜。なんか小走りで。乗りた。マジか、あ、乗ったわ。乗れたやん、すげえな。頭走っとった、乗れたんやってなって。マジか。ふざけて練り目してるって言ってるだけやから置いてたなんで。いや、まあ、あれはもうタイムアウトやったんやろ、完全に。あいつも。次は、塚西でございます。大井の際、足元と自動車を広島に乗ってん。こんな先頭乗ってなかったやん。塚西でございます。出発進行、誰も乗ってないのにめっちゃ乗ってるでしょ。誰も乗ってないわけないな、こんだけ乗ってる、満席やよ。